大阪予備校は、大阪府大阪市何枠南波中三丁目に、かつて存在した、大学受験予備校である。また、同予備校を運営していた、学校法人の名称でもある。略称、大予備なお、同じく、学校法人大阪予備校により運営され、同市淀川区に存在した、大阪北予備校についてもここで記す。1951年に、 大阪府の認可を受けて、私塾として大阪予備校が開校したが、後に学校法人化される。1965年に全国の予備校としては初めて、クラスチューター制度を導入している。その他、1コマ70分の高密度な授業、並びにタイムレコーダーや毎朝の早朝10分間テストにより、出血状況が細かくチェックされていたことも特徴であった。 1976年には、淀川区十三13東1丁目に、姉妹校である大阪北予備校を開設し、大阪予備校とともに、大予備、北予備という通称で長年親しまれた。その他、1998年及び2000年には、現役生クラスを専門に取り扱う文校を、関西の郊外に3校設置している。毎年12月31日に、 高齢行事として、大予備は午前9時から午後9時まで、北予備は午前9時から、翌日午前0時の年越しまで、それぞれ途中危険が認められない形で行われた、大晦日マラソン自習室も、同行の特徴の一つであり、受験シーズン追い込み時期の風物詩として、関西ローカルのニュース番組で、毎年のように取り上げられていた。1990年代前半には、第2次、 ベビーブルーム時代に生まれた子供が大量に大学受験を控えていたことも追い風となり、同予備校の入学志願者もピークに達した。1990年代後半には、関西にめっちゃ強いをキャッチコピーに、関西の南関国公立大学や、関関同立と呼ばれる、関西の名門私立大学などへの高い合格率水準を維持してきたが、2000年代に入る、 頃から、折からの少子化や大学全入時代の到来、さらには、他の大手予備校の大阪市内への相次ぐ進出などで、競争が激化し、生徒数も定員のわずか6分の1程度にまで激減していた。そんな中、2005年11月15日、大阪府市学科に対し、大阪予備校の廃校認可申請が行われた。当初は、 北予備を存続させる方針であったが、2006年3月、大予備、北予備は共に、翌年度の生徒募集をしないまま、廃校となった。現在、大阪予備校の跡地は、マンションとなっている。九州地盤の大手、北九州予備校も、同じ略称を用いているが、無関係である。ありがとうございます。